1>, 1票の格差是正と選挙制度の見直しについて与野党は去年の秋から18回にわたって協議を重ねてきましたが一向にまとまらず今日から幹事長レベルでの協議に入りました現在衆議院の小選挙区では1票の重みに最大で2.3倍の格差があります最高裁は去年3月この状態は憲法違反と判断し格差の是正が急務となっています 民主党が提案したのは、全国で小選挙区を5つ、減らすとともに比例代表の定数を7。5削減するなどというものです。しかし、比例代表をどう削減するかをめぐって各党の隔たりは大きく、今日も会談は物別れに終わりました。民主党の輿石幹事長は来月21日の国会の会期末までに結論をまとめたいとし、来週改めて協議する見通しです。